こんにちは、吉田さん。ちょっとね、今から、あのー、あれ、あの、紙切ってもらいに行くんですけども、これ、漁し師うね、その前に一本だけ動画お返ししようかと思っております。えー、まあね、あのー、ずっと8年間情報発信してきて思うのは、あの、こうインターネットが始まって、私たちが手軽にインターネット使えるようになってね、あのー、ものすごく合理的ってことの意味が明確になったかなーと思ってるんですよ。その一つが、私たちは非常にね、情報発信に、 向いている時代と環境にいるなぁと思ったんですよね。だから逆に情報発信をしないと時代にすごく抵抗して逆行して、まあ、逆行までしなくても、うん、まあなんて言いますかね高速道路を自転車で走らないといけないみたいな感じになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、他のね車は時速100キロぐらいで走るのに自転車だとせいぜい時速30キロぐらいでしょ。しかも体力も使うんでヘトヘトになってあんまり走れないですよね。まあ、そのぐらいの差があるのかなと思ってるんですよ。 情報発信にものすごく適した時代合理的な時代ですよねそしてもう一つが言えるのが何をもって合理的とするかっていうと私は、ね、その一石五鳥ぐらいじゃないと合理的じゃないかなっていうふうに思ってきたんですよ一石五鳥ってどういうことかっていうと一つの行動が5つぐらいの,あのメリットをもたらしてくれてなおかつロスがないっていうねあのリスクがないっていうやつですかねまさに情報発信ってリスクが まないと言えるぐらいなくて、で、様々な効果を生むと思うんですよ。前回、道に迷ってね、黄色いハンカチ見つけたり、トトロ見つけたりとかして、 なんだこれはみたいなね。当初の予定とは大きく変わったんだけども、そこに大きな発見があって、結局それも情報発信できてしまうというね、トラブルどんとこいみたいな感じなんですよね。思わぬ一日があ、思いもよらぬ効果を生み出す。まさにね、リターンをかなり生み出してくれるっていうところがありますし、まあ情報発信すれば私たちは、それがね、いくばくかのお金には必ずなってるんですよね。広告収入って形で。どんな動画を上げてももはや広告収入になってるわけなんですよ。そうなると、 動画を撮らない瞬間とか発信しない瞬間があるのがもう完全にねもったいなすぎてもうしょうがないとただで使わせてもらって使ったらお金がもらえるというねそんないいことはないわけですよねプラスアルファはコンテンツを私たちは持ってますからあのダイレクトにそれが集客になってるということなんですよ例えばまあセルシオなりトトロなり黄色いハンカチなり必ずそこにええログを残している人がいるってことなんですよね ですので、誰かとやっぱりつながっていくってこともできますしね、SEO 的には、あ,のあらゆるキーワードが誰かに繋がる糸口になりますから、今すぐ効果がなくても、必ずどこかで集客の一端になるかなと、まあ、そういったものが様々重なってきてね、一石五鳥を作ってくれてると思うんですよ。で、これからの働き方は、この情報発信を元にしていかなくちゃいけないなと思ってる時に、あのちょっとね、あのデータを見てみたんですよ、リクルートさんの。まあ、そうなると、 正社員比率と非正社員比率っていうのが昔ありましたけども、これちょっと話題が大きく変わりますけどもね。あの、多くの方が正社員を望んでるんですけども、ただ、会社としては正社員をあんまり雇わない方向になってます。でも一部例外的に正社員ばかりを雇っている、そんな、業種があるんですよね。え、これがですね、あの、技能実習生というやつなんですよ。海外から、あ、まあいろんなね、教育をするという名目で日本に来てもらって、 で、実際は日本でね、まあ、いろんな仕事をしてもらう。覚えるという手で、教えるという手でいろんな仕事をしてもらうと。実はこの技能実習生っていうのは、年々、契約人数増えてるんですけども、これ全部正社員なんですね。私も知らなかったんですけども、正社員じゃないと、技能実習生として、あの雇用ができない決まりらしいんですよ。で、その反面、日本の、従業員っていうのは、非正規で、非正社員で雇うことになります。これがですね、恐ろしいことに、 正社員っていうとね、これからはね、能力の高い外国人がどん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 雇われていって、日本人は全然雇われなくなってくると。非正規なら雇ってあげるよって感じで、非正規の人ばかりが雇われるようになる。そういうふうなね、こう、グラフがクロスしてるのが、2015年ぐらいだったかな、リクルートの資料で出てたんですよね。それがまさに今そうなっていって、えー、まあ恐ろしいなと思うわけなんですけども、実際に雇う側としてね、私たち経営者から見て、 人を雇うかって言ったら、やっぱりね、雇わないですよね。ですんでね、正社員になれないとかあの、非正規ばっかりであって嘆いてる方に厳しいけど言わせてもらいますけどもあの、雇いたいと思われるような人にならないと雇ってもらえないですよ、やっぱり。ね、すぐに不平不満行ったりとか、すぐできることをやらなかったりとかね、この YouTube もその一つですけども、うん。で、自分の過去にこだわったりとかね、うん、それから未来にかける 目標もないとかね要するに自己育成ができてないわけですよ自己反省もで何かというとトラウマだとか心が折れたって言葉だけはよく出てくるんですよねそうではなくってなんかねあの影響力を持つインフルエンサーですよとかインフルエンサーっつったって別に数百人に対してのインフルエンサーで全然いいわけなんですよ一般の社員なんてその数十人に対してすら影響力ないわけですからだからフォロワーが100人いるインフルエンサーですっていうふれ込みで 雇雇ってもももらうっていうういい方法もあるると思まます。もちろんんわれかかかどうかは分かりませんよ。やっぱりそれ経営者さんとか人事の方の影響力欲しい影響力に合致してればって話ですからねそれからパソコンのスキルがあるとかねもう今の時代パソコンが使えない人とか全然ダメですねだから面接にはパソコン持ち込みでいくぐらいの気合がないともうパソコンは筆記用具なんですよだからこういうレベルで働き方を考えなくちゃいけなくってあとまあ合理的ってことですよやっぱりそのパソコンが使えない方ってあらゆる面で非合理的なんですよ そういう人を雇いたいと思わないし、学ぼうとしてない人は他のことも学んでくれないと思うんで、やっぱり雇いたくないですよね。まあそういうのもあってね、やっぱ情報発信するってことは、あの、こんな人は雇いたいなっていうふうな経営者に気づかれるっていうね。 そういうメリットもあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、様々申し上げましたけども、あの、トラブルをね、合理的なものに組み替えていく、そんなスキルもこれから必要になってくるんじゃないかなと思いました。どんなことが起きても、絶対一石五鳥に持っていくスキル。それが無駄を無駄にしない力だと思うんですよ。そういう人がこれから求められて、うちの会社で働いてほしいなと思われるような人材になるんじゃないかなと思いましたね。じゃあちょっと、紙行ってきます。いってらっしゃい。